いや、全然。フミヤさん、ハートありがとうございます。どうしようかな。どうしよう。ゆうちゃん、ポッコンありがとうございます。ありがとうございます。今日も可愛い、ありがとうございます。嬉しい。新海さん、最高マークありがとうございます。今日やっと岬の公園に入れます。ありがとうございます。ぜひ見つけるんで、席どこら辺か教えてください。こんにちは。奈良県の中山ひなです。美咲ちゃん可愛すぎる、ありがとうございます。中山の方、そう、一個上か。こんにちは。しょうさん、俺なんだいと思った。チュロス、チュロス風、チュロス風のなんか、ありがとうございます。べっぴんさんやね、ありがとうございます。今日も素晴らしく可愛いです、ありがとうございます。こんばんは。こんにちは。どっちなんだ、でもこんにちはの方、晩はの方。今日はおでこ出しなんですよ。ほんまに美少女やね、ありがとうございます。嬉しい。メイクで目元がキリッとしててかっこいい、ありがとうございます。こんな感じ。でも何もついてないみたい。頑張って、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。もうこんばんは、もうこんばんはですかね。こんばんは、はい。なんかこの境目って一番難しくないですか、の こんにちはとこんばんはの境目。ゆうさん、ハートありがとうございます。ももねさんが笑ってるって聞いた。マレーシアのあんたのファンです、ありがとうございます。17時になったらこんばんは。確かに、なんかあの夕日とかが見えてきたらこんばんはかも。確かに。みさき、ウェイウェイ。もうこんばんはやね。確かに、もうこんばんは。18時は境な、どうなんだ。17時半とかだろう。テレビでは16時、へえ、16時なんだ。難しいですね。まさのりさん、ハートありがとうございます。くにやんさんも、だるまさんありがとうございます。ジャカルタの方、まさぬりさん、くにやさん、ありがとうございます。受験終わったら会いに行きます、ありがとうございます。受験頑張ってください。確か私も来年受験なんですよ。やばいやばいやばい。私もね、ちょっ
と本当に勉強も頑張らないといけないし、ダンスも頑張らないといけないし、やることがいっぱいだ。現状。こんにちは。英語ならハローです。確かに英語ならハローです。クニアさん、ダルモさん、ありがとうございます。そういえば、私あのモバイルメールあるじゃないですか。あれの名前っていうかタイトルっていうんですか、あれ。今まであのミサキハッピーメールだったんですけど、あの2日ぐらい前、で今日か昨日、今日か昨日ぐらいにちょっと変わったんで、もしねまだ私のメール見てないよって方とかいたらね、ちょっとぜひね見てほしいですね。結構ね新しいのも好評で、ちょっとぜひ見てみてください。社会科に、社会マジで苦手です。社会マジで苦手なんですよ。本当に私いつもテストで社会がなかったら絶対もっと順位いいやんって思うぐらい、本当に社会だけのテストの点数が本当にダメなんですよ。マジで何したら社会が得意になるとか本当に皆さん教えてください。で今アンジュはちょっと間違いない、アンジュも社会苦手やもん。アンジュ本当英語は Hello 数学は、数学アンジュ数研3級、3級ってすごいん、うん、アンジュ数研3級らしいです。社会教えてあげたいとこかも。マジで教えてほしいです皆さん。あのマジであの本当に送ってください。あのいい、この勉強法いいよとか、これの勉強法いいよとか、あの勉強法いいよとか。私歴史も地理も両方苦手です。なんか社会の先生は好きなんですけど勉強は嫌いです。アンジュは日本語が苦手。アンジュ、アンジュ、あとから言ってきますよ、それ。1+2×3=7 です。9じゃないですよ、7です。社会3年間、すーごい、やば。社会は暗記とノートの丸写し、ワークの繰り返し。いやー、やばい。でもあの、ワークやると取れるって言いますよね。なんか私あのもうすぐテストなんですけど、あのあれ始めましたよ、あのワークをまた何回もやる。アンジュ、アンジュ、アンジュは日本、アンジュは日本語苦手って書かれてるで。でもアンジュ日本語検定も一応持ってるよ。あんまり丸暗記を示しないけど、テストの点ダメなの丸暗記。ほんであのテストも点数が取れれば言うてなんとかなると思ってるんです私は。あ、まいちゃん、まいちゃん、いや、この前髪型非公開。あ、じゃあダメだ。まあ声だけ、声だけ。何か分からへん。ツインテールかもしれんし、フニーテールかもしれんし、オロシかもしれん、ハーフかもしれないしね。そう、坊主かもしれん。やばい、もう髪の毛あるからすでに。付箋ノート作ったり単語暗記するんじゃなくて説明できるんじゃないというで、ありがとうございます。で私今日あのツイッターであの社会の勉強の方法を教えてくださいってツイートするんで、あの皆さんぜひあの教えてください。まいちゃんは漢字苦手だって。そうだよ、そうだよ、だって今日の夜覚えてたらあのちょっとつぶやくんで、あの教えてください。こうするといいよとか、ああするといいよって、全教科教えてほしいんですけど。ツインテールに1票、ツインテールに後から教えときますね、それも。まいちゃんでもこの前ツインテールあれって言った。私今まいちゃんになろう大作戦って言われた。
アンジュ、アンジュ逃げてって教科書にライン引いたら勉強して気分になれるよ。私が最近やってるのは社会はあのワークあるじゃないですか。ワークってなんか穴埋め系が多いじゃないですか。それいつも教科書から取ってるワークのやつなんですよ私は。だからそのなんていうの、穴が開いてた部分っていうんですかそこをこうやってあの引くようにしてます。そしたら後から見た時とかさ分かりやすいよ。まいちゃんツインテールに1票と刈り上げに1票入っとる。あっ刈り上げやばい、フラッシュ見たからさ。緊急性公演行きました。さらに美咲ちゃん推しになりました。ありがとうございます。皆さん DMMMM 見てくださいね多いって全部絶対多い。美咲ちゃんの話が見たら、あ、そうかもしんないです。やばい、皆さんも見たいですよね。マイティみんなも私と同じ髪型見たいってよ。え、そうなん、え、やってたんですか。ポニテに1票入れよ。ポニテ1票、ポニテ、ポニテ1票1丁字がちゃんと聞いてれば覚え、私マジで覚えれないんですよ。表現しよ、社会だけマジでどうしてもちゃんと、私マジであの社会真面目に勉強してるんですよ。あの真面目にノートも取ってるし、真面目に授業の話も聞いてるし、ちゃんと宿題もやってるんですよ。なのになんか覚えれないんですよ本当に。もう悲しい。DMZ さん、だるまさんありがとうございます。落とした。阪神でもいいよ。今私のアナウンスが流れとる。そうですよ、昨日あの社会ってなんでこんなに難しいんだろうってつぶやいたんですけど、皆さんがあの何、世の中の社会とちょっと勘違いしてたらしくてごめんなさい。勉強の方の社会です。ただの私この期間はちょっと勉強つぶやくかもなので、ちょっと皆さんもアドバイスください。興味が持てないから確かにそれもあると思います。難しいじゃないですか社会。でも私小学校6年生までの社会のテストマジで全部100点だったんですよ。あの冗談抜きでマジで全部100点とか98点とかマジでそこら辺だったんですよ。マジで本当に15分経ちました。ありがとうございます。じゃあまた公演になりましょう。ちょっとツイートじゃないわ、何これ何これ、なんだっけ、あ、そうランキングだけありますね。いきます。13位の方プレッツさんありがとうございます。12位の方アッチさんありがとうございます。11位の方ニューさんありがとうございます。16位の方カルちゃんありがとうございます。5位の方ジャーさんありがとうございます。4位の方ロアさんありがとうございます。3位の方ユウさんありがとうございます。2位の方ちほほさんありがとうございます。そして1位の方クニアンさんです。ありがとうございます。パチパチありがとうございます。では皆さん今日の公演もぜひ見てくださいね。あの DMMM とかDMM とかあのぜひ劇場に来てくださる方ももちろん、あとぜひあのピンクと黄色の